王様、やっと田植えの季節になりましたね。これで一旦戦はしまいだな。親方様、親方様、うっ、よっ、さすがアレウェ。姫様、受け止めてくれてもいいのに。え、なんだ小僧。小僧じゃありません。で、そんなことより上杉が攻めてきました。すぐにお支度を。別れの挨拶ってか。ったく、律儀な奴らだぜ。姫様も戦に出るんですか。そうよ、カイ。国のみんなを守らないと。家族のため一丸となって戦う、それが北条の精神。おい、三郎、とっとと来やがれ。あ、はい。カイだって大切な家族よ。え、え、あ、姫様、今なんて言いました。ねえ、ちょっと。時は戦国時代、関東では相模の志士北条氏康が台頭。関東管領上杉憲政は領国を追われ越後に逃げた。越後の上杉謙信は憲政を庇護し関東へ出兵。北条家の所領周辺に長期布陣して氏康を牽制していた。やがて農繁期が近くなると謙信が動く。氏康と決着をつけるべく北条の本拠小田原城へ進軍。だが氏康は慌てず騒がず籠城策を取る。氏政、三郎ら息子も、早川殿ら娘たちも即座に従った。大思いの獅子は家族の絆と団結力で越後の竜の苛烈な攻めをやり過ごそうとしていた。関東の将、関東防衛戦。本当にてめえはブレねえな。攻めてやる必要はねえ。守りを固めて反撃の機会を伺え。父上、天守の門しか守り抜きますと。父上、敵に赤金門を突破されました。開門。バカめ、大層なご挨拶じゃねえか。仕方ねえ、迎え撃ってやれ。この塔、天に捧げる。さすがは不落の剣城、見事。
間に回れ。列車が長引きゃ武田も動くに違えねえ。上杉が攻め急ぐのも無理はねえってか。奴らまたすぐに攻めてくる。その前に蓮池を取り返して守りを固めとけよ。開門。刻を争う。
死ぬ気で守れ。叶わねえな。ワギの使者を出せ。奴らも武田の動向が気がかりなはずだ。断りはしねえだろう。
氏康は上杉に和議を申し入れる。その条件として息子の三郎を人質に入れることが決まった。父上も兄者も姉上も俺を捨てるのか！三郎、三郎、こんなのって三郎はウヌを恨んでいようが、民のためならば鬼にもなるか。チッ。